こんなものまで。多分屋上からタワー内に放ったのだと思います。しかし今のは結社ってのが作ったもんじゃねえのか。闇に流れたのを手に入れたか、それとも。どうでもいいが、あっちもケリがつきそうだぜ。化け物どもが。仕方ない、最終プランに切り替えるぞ。スタン下がれ。このシャッターは。どうやら簡単には突破できなさそうですね。皆さん、お前たちか。どうやら無事撃退できたみてえだな。ああ、しかしこのままでは逃げられてしまうだろう。ティオ、やれるか。自信はありませんが、やるだけやってみます。やはりセキュリティレベルが最大まで上げられています。A4 を使ってもこのノート型の端末では。そうか、私だ。ああ、なんとかこちらはしのいだばかりだが。何？連中がエレベーターで地下へ降下しているだと。どうして？屋上にある飛行艇で逃げるつもりじゃ。考えられるとしたら、飛行艇に搭載した動力爆弾を自爆させるってところか。そうか、確かにそれならば。このビルごと宰相たちを葬りされるというわけか。確かにテロリストたちならそこまでやりかねないわね。愚かな。さすがにピンチだね。こうなったら力ずくでもこのシャッターを。いえ、どうやらなんとかなるかもしれません。何？へえ、これはこれは。はっ、てめえが僕のベースをめちゃくちゃにした犯人か。絶対許さねえ。吠え面かかせてやる。威勢がいいな。そこまでです。おとなしくタワーの制御を解放してもらいましょうか。仕方ない。まあほんの暇つぶしだったし、楽しめたから満足かな。それじゃせいぜい死なないように頑張ってね。そちらは後です。早くタワーの制御を。ヨナ、戻ってきてくれたのか。ええ、どうやら今日の便で帰ってきたみたいですね。やりました、タワーの制御を解放します。やった。エレベーターは使えるか。ええ、ロックは解除しました。テロリストたちが使用中の一機は使えませんが。ならば私は屋上に。飛行船に搭載された動力爆弾を解除するわ。キリカさん、できるんですか。ええ、傍聴関係者には最低限のスキルだから。レクター書記官、手分けするとしましょう。ま、しゃあねえか。ならば我々も付き合おう。連中が人形兵器の守りを残している可能性はありそうだ。そちらはどうか、テロリストたちの追撃を。今なら何とか捕まえられるかもしれません。承知した。バニングス、我々も追撃に出るぞ。敵は二組、
手分けする必要がある。了解しました。あいあいさ。そこまで分かれば十分です。ご苦労でしたヨナ。それではまた後で。ヨナは何て？テロリストたちの逃走ルート割り出せたそうです。オルキスタワー気分、そこからジオフロント方面に逃走したみたいですね。気分ということはタワーの地下部分になるのね。確かにジオフロントの各区画と接続されているはずだけど。よし、必ず捕らえるぞ。あんな真似をされて逃がしたらクロスベル警察の名折れだ。それはこちらも同じだ。ギルドが正式に立ち会った国際会議において、あの暴挙見逃したとあっては悪しき前例を作りかねん。ええ、絶対に捕まえましょう。屋上の動力爆弾もちょっと心配ですけど。キリカさんとレクターさんなら多分大丈夫だろう。ユリア巡査やミラー少佐もついていってくれてるし。確かにあのメンツなら間違いはありえなさそうだな。しかし随分と長いこと降り続けてるな。まあ地上35階から地下8階まで降りますから。クロスベルの最深部にご案内ってわけだね。時間が惜しい、先行するぞ。遅れずについてくるがいい。あ、やれやれ、元気な兄さんたちだぜ。私たちも急ぎましょう。ああ、これはすごいところに出たな。なんだか圧倒されますね。へえ、どういう場所なんだい？オルキスタワーのメインシャフトになりますね。巨大なタワーの重量を分散するための場所みたいです。話は聞いていたけど、こんなに大きな空間とは知らなかったわ。まあとにかく急ごうぜ。ああ、南の方だ。これは間違いなさそうだな。ああ、共同戦線はここまでだったようだ。ダドリーさん、アリオさん、あのどうかしたんですか？面倒なことになった。テロリストどもはここで二手に分かれたらしい。それって最初を狙ってた連中と大統領を狙ってた連中がここで分かれたってことか？ああ、間違いあるまい。共和国のテロリストはそちらのジオフロント C 区画、
そして帝国のテロリストはあちらの D 区画に逃げたようだ。よくわかりますね。なるほど。決め手は足跡かい？ああ、偽装している余裕はさすがになかったと見える。だったらここは二手に分かれましょう。急がないとこのまま連中に逃げられてしまいます。ああ、それが最善だろう。右手の C 区画は私とマクレインの二人で追う。お前たちは D 区画に逃げた帝国のテロリストどもを追え。人数を分けないんですか？さすがに二人だけというのは危険なのでは？こちらの C 区画は熱処理プラントなどがあって少々面倒な場所だったはず。逆にそちらの D 区画は広くて探索が大変なはずだ。いい分担かもしれねえな。ロイド、時間がねえ。それで行くとしようぜ。わかった。ダドリーさん、アリオさん、どうかお気をつけて。そちらこそな。敵は自分の命すら厭わない危険なテロリストどもだ。くれぐれも気をつけろ。はい、了解しました。よし、俺たちも行こう。ジオフロントから脱出される前にテロリストを捕まえるんだ。ええ、きっちり落とし前をつけさせてやらねえとな。そこだ。ここは地下の駐車場か。ええ、いずれ車社会がクロスベルに到来した時のために建造された区画なんだけど。いや、それにしたってデカすぎねえか。そんな需要があるとはとても思えねえんだが。察するに議員と役人たちがありもしない需要をでっち上げて工事を発注したってところかな。なるほど。ええ、残念だけどそういうことね。今はハルトマン議長の失脚で一時中断しているみたいだけど。まあ、それが正解だろうな。しかしここまで広いと追跡するのも大変そうだな。アクセス。人らしき反応を確認。どうやら8名ほどの集団がこの付近を移動中のようです。本当か？意外と早く追いつけそうだな。急ぎましょう。
なんだあいつらは。追ってか。どうして嗅ぎつけた。この小銃で武装してるぞ。どいて、ウィルさん。チェ、動け、その場にとどまるな。なんだあのガキどもは。構うな、このまま離脱するぞ。しました。うちの女性陣は揃いも揃って勇ましいね。とにかく追いかけるぞ。多分あそこまで降りるルートがあるはずだ。おう、こうなりゃ意地でも捕まえてやるぜ。そこです。上げていこうぜ。はい。私の番ですね。やあ、甘いっての。はい。分析を開始します。ゲットです。おっしゃ。さてと、分析を開始入手しました。任せてくれ。そう、やだ。皆さん、お疲れ様でした。行くぜ。よし。
ゲートが取れました。ナイスファイト。上げていこうぜ。はい。うわ、おっしゃ。ほらよ。行くぞ。行きます。リカバー。これからだ。行きます。そこです。行くぞ、みんな。はい。任せろ。私の場に速攻。
任せてくれ。私の
の番だ。そう、まだまだいける。なんだ？その先だ。行ってみるぞ。ここは鹿の貨物路線かな。ええ、オルキスタワー方面に資材と貨物を運んでいるのだけど、皆さん、あれを。追撃を振り切るつもりか。他にルートはないか調べてみるぞ。
全力で行かせてもらうぞ。行きます。おっしゃ、ほらよ、任せてくれ。よし、やなんとかなりましたね。回り込めたか。連中はこちらを負けたと思っているだろうね。ああ、追いつくチャンスだ。どうやら、なんとか追いつけたみたいです。そうか。結局タワーの爆破は阻止されてしまったか。そんな、憎むべき鉄血宰相を抹殺する好機が、共和国の連中と手を組んでまでことを起こしたというのに。気を落とすな、同志たちよ。我々の味方は多い。火炎公をはじめ例の連中もまた力になってくれるだろう。この場さえ逃れられれば次なる機会が。そこまでだ。あっ、先ほどのガキども、バカな、追跡ルートは潰したはずだぞ。残念ながら別のルートからなんとか追いつけたんだな。どんなデータを入手したのかは知りませんが、正確ではなかったみたいですね。だいたい何なのだこのガキどもは。クロスベル警察特務支援課だ。テロ活動、破壊工作の現行犯及び要人暗殺、大量虐殺未遂などの容疑だ。あなたたちを逮捕する。警察だと？
たかが自治州の警察ごときが我らの大義を邪魔するか。ふざけないで。あなたたちこそどれだけの人を巻き込むつもりだったの。やれやれ、いるんだよね。大義名分と自分に酔っちゃって周りが見えなくなる連中って。黙れ。誇りを忘れて虚しき繁栄をむさぶるだけの愚民どもが。反省する気ゼロみたいですね。我々とて無関係の者を巻き込むのは本意ではない。だがこれ以上あの男を放置すれば帝国はめちゃくちゃになってしまう。それを邪魔するというのであれば何者であれ容赦はしない。話しても無駄だ。とにかくぶちのめすぞ。行きましょう皆さん。よかった。俺の番だな。はい。分析を開始。入手しました。よし。警察風情がここまでやるとは。確かにクロスベルは富を享受してるのかもしれない。だが俺たちはそれに溺れて誇りを見失ったりはしていない。さまざまなしがらみと圧力、それらに押しつぶされながらも壁を乗り越えようとあがいている。ロイド、ロイドさん、お前たちを侮っていたようだ。タワーを爆破しようとした。やりすぎだったことは認めよう。それじゃ。だがそれでも我々は鉄血宰相を討ち取るまで捕まるわけにはいかんのだ。皆さん来るぞ。下がれ。
ロスベル警備隊の。てめえらどこで手に入れやがった。なかなか便利な協力者がいるものでな。せいぜいそこで遊んでいくがいい。これ以上の問答は無用、撤退するぞ。みんなやれそうか。ええ、なんとか。こちらも行けます。ま、運が良ければなんとか撃破できるかもね。とにかく硬い車両です。アーツへの耐性もあります。まずは動いて隙を伺うぞ。手具合図気をつけろ。了解です。みんな、はい、よーし、電磁ネット投射。任せろ。ほらよ。はい、リカバリさせます。よし、世話が焼けるな。はい、行きます。ターゲット紹介しました。ゲットです。おっしゃ。
ありがとうございました。行きます。エニグマ駆動。よし。はあ。それ。おっしゃ。やっ。私の番です。ドライブ開始。やっ。はい。よし、やったか。乗っている人間を早く助けないと。いえ、中から生体反応はありませんでした。どうやら自動操縦で操られていたみたいですね。おいおい、マジかよ。人形兵器といい、どうやら妙な連中の協力を取り付けていたみたいだね。話は後だ。とにかく逃げた連中を。銃撃戦の音。一体何が。とにかく行ってみるぞ。これも契約でな。対空レーダーを潰した連中もエイドス行きにしておいた。心置きなく行け。無念
シャリ、残りもやっていいぞ。いいの？どうしたのさ。他の連中には手を出させないから、遠慮なくかかってくれば。それじゃあバイバイ。やめろ。ありゃ、邪魔が入ったか。若ふふ、遅かったな。おじき、シャーリー、こんなところで何をしてやがるんだ。ダメ。どうやら全員鼓動切れてるみたいだ。なんなんだ、あんたたちは。なんでこんな非道なことを。言っただろう、ビジネスだと。帝国宰相および皇族を狙った不届きなテロリストを処刑する。それが今回帝国政府から俺たちが受けた依頼ってわけだ。帝国政府からの委任状もちゃんとあるよ。これがあればシャーリーたちに手出しはできないんだよね。そんな。自治州法第19条3項、帝国共和国政府によるクロスベルでの公的執行権はこれを認めるものとする。その通りだ。つまりこの件に関しては俺たちは帝国政府の代理、正式な処刑人ってわけだ。用意周到じゃないか。おじき！あんたなら殺さずに無力化できただろうが！なのに、どうして！先輩！ランディさん。言っただろう、処刑を請け負ったと。それにこの程度の殲滅戦、貴様には珍しくもあるまい。そもそも貴様らがとっとと連中を捕まえておけばこの結末にはならなかったはずだ。この結果が鉄血に政治的に利用されることもな。そんな、まさか。せめてもの情けに一匹だけは見逃してやろう。シャーリー、話してやれ。もったいないな。ま、いっか、雑魚だと遊びがいがないし。はい、パス。逃げられないだよね。さて、引き上げるぞ。報酬も入ることだし、今夜はパーッと行くか。やっ！それじゃ、またね。若、失礼します。じゃあな、ランドルフ隊長。ふざけんな。何のために俺は。
兵ゆえども。バカな、どうしてこいつらが。ザオ社長、その者たちには重大な権威がある。共和国政府の委任状があっても連れて行く権利などないはずだ。そう言われましても長老方、上からの社名でして、納得できないようであれば実力行使をされても結構ですよ。そこの風の牽制殿ならば我らの友人とも良い勝負でしょうし。伝説の教主イン、顔を合わすのはこれが初めてか。それ以外もかなりの手だね。さすがに少々分が悪そうだ。心配せずとも、もう一方のテロリストほどひどい目には合わないはずです。せいぜい政治犯として民族主義者たちへの牽制に利用されるだけでしょう。ふざけるな。貴様ら東方人のせいで我らのカレバードは。ロックスミス大統領、思っていた以上のタヌキのようだな。個人的には親近感を感じる方ですがね。文句や抗議が終わりでしたらどうぞ大統領府の方へ。それでは引き上げましょう。そうか、分かった。こちらはもう安全だ。安心してくれたまえ。テロリストたちの方は。共和国の一団はヘイユエという貿易会社の社員に捕らわれたそうです。なんでも共和国政府の逮捕委任状を持っているとのことでした。え？おお、それは頂上。彼らは我々の友人でしてな。身分は保証しますからご安心を。そして帝国からの一団は、帝国政府による委任状のもとに赤い星座なる両兵団にほぼ全員が処刑されたそうです。なんたることか。最初一体どういうつもりか。帝国政府が処刑などの名目で国外で両兵団を運用しただと。ええ、確実を期すため私はともかく王子殿下を狙った罪は万死に値すると言わざるを得ません。背後にいる愚か者たちへの良い警告にもなってくれるでしょう。よく言うぞ。確かに自治州法では認めざるを得ませんが、だがこれはあまりに、あまりに真偽にもとるやり方ではありませんか。おお、それは誤解です。それよりも方々、図らずとも証明されましたな。この程度のアクシデントですらクロスベル自治州政府には自力で解決できないということが。まんまとテロリストを会議の場に近づけた挙句無様に取り逃がし、結局は我々の配慮によって逃亡を阻止できたわけか。確かに先ほどの議案の良い事例と言えるであろう。ええ、失礼ながら実際に命を狙われた皆様方にとって先ほどの駐留案
もはや真剣に検討せざるを得ないのではありませんかな。あなた方はなんと強引な。まさかそのためにここまで悪辣な仕掛けを用意しているとはね。皆さん、議論が脱線しているようです。最小閣下と大統領閣下のご意見も拝聴に値しますが、その前に襲撃によって邪魔された私の発言を再開させていただきたい。ディーター君。ほう、してどのような定義。いえ、定義ではなく決意表明と言うべきでしょうか。迷いもあったのですが、この事件で決意は固まりました。今この場をお借りして一つの提唱をさせていただきます。何？我々はもはや他国の思惑に振り回されるわけにはいきません。周辺地域も、いや大陸全土の恒久的な平和と発展のために、私はここに市民および大陸諸国に対しクロスベルの国家独立を提唱します。これはこれは奇遇だね。赤い星座の戦記とその娘か。シグムント様、こちらの用意はいつでも。構えるな。お互いクライアントのオーダーをクリアした後だ。これ以上のお楽しみはさすがに不遂というものだ。同感です。そういえばノイエブラン新装開店、どうもおめでとうございます。なかなか挨拶に伺えずに失礼しました。何の、こちらこそ知らぬ中でもないのに挨拶にも出向かずに悪かった。そういえば死に損ないどもは元気か。嫌になるくらい元気な方々ばかりですよ。まあ、あなた方のおかげで未だに夢見が悪いご老人もいらっしゃるようですね。長老会を襲って人質に取ったりしたからね。依頼で不在で正解だったようだな。あ、ひょっとしてイン？東方人外最強っていう伝説の教主って。そういうお前はブラッディ・シャーリーか。わずか16で最強の両兵団の大隊長を務めているという。一人の方が動きやすいんだけどね。それよりもね、かっこいい覆面をしてるけどつけない方が強いんじゃないの？筋肉の使い方も不自然だし、普通にしてた方が強いはずなのにもったいないんじゃないかな。ほうほう。親バカかもしれんが、こいつの見る目は確かでな。ま、気に障ったのなら俺からも謝罪させてもらおう。別に。ザオ、くだらぬ挨拶を続けるのなら先に行くぞ。すみません。ではまたの機会に。ああ、またの機会に。
待って。